ょん。お、太陽が高い位置にあるずらな。何があったずら。お、急ぐずら急ぐずら。おそらく風下を手動で全開、バルブを閉じて南側を優先します。フェニッシュですね。14コンテナで急いで詰めます。2号です。本日も頑張ってまいりましょう。はい、もう1時間以上出してますんで、北側のバルブ開けます。はい、有機液比って形で窒素リン酸カリは ほぼ入ってないですけど、3キロ、ファインチューダー、もうぼちぼちなくなりますかね。MG 水出しを1リッター入れて、水入れてクエン酸で中和 pH5 まで下げます。井戸水で薄めただけですと pH これ9ぐらいですね。9か10か、いやでも上から3番目が緑色になってるんで、ここですね。9、はい、はい、5g 入れましたら6ですね、6か5、はい、中和完了ですね。 5g で、塩水はお肌にも非常にいいみたいですね、はい、ちょっとまあ匂いとぬるぬる感ありますけど、すべすべになりますね。いつももらってばっかりいちごとかなんで、たまにはキュウリ B 品 C 品ですけど、今日はですね、懸垂車の社長と営業の方が釣り堀シャタで釣りをしに来てるみたいですね。どこだろう、釣り堀シャタ、あれいないのかな。釣り堀、あ、いた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 。どうですか、釣れてますか。社長と営業の方がお二人来てるんで、じゃあこれあ、じゃあ涼しいとこ置いておけば問題ないと思う。じゃあ僕戻って釣りますんで仕事します。すごいな、やっぱり釣り堀シャタすごいですね。
アイピオさん、表面ブチブチキュウリですよ。おーおお、ブチ潰したくなるずら。おっ、うめえ、うめえ。今日はライバルコッコリンが会いに来るずらの。未来風がそっと濡れた頬を拭えば、辛い過去もきっと吹き飛ばしていく。 I just can dreaming 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 tired。 話を聞かせて鈍い呼吸が覚めた目泣いた後みたいだ。君と僕はこの深い海の。懸垂車の社長さん、結構大物釣り上げたっぽいですね。これ30センチぐらいかな。うん、はい。ということで、フォーメーション名はですね、ピオがなんかコッコリンをライバル意識してるみたいですねで、行きましょう。ピオがなんかコッコリンをライバル意識してるみたいですね。どうなんでしょう。視聴者の皆さん、どちらが可愛いと思いますかね、ピオとコッコリンと。ということで、今日4時から、はい、キャンペーン中の品をですね、持ってきていただく予定になってます。はい、無事、はい、楽しみですね。まぁ、ちょっと若干しおれてるところに砕流を巻こうかなと。はい、動画でボソッとつぶやいたら、どうやらお気づきになったようで。はい、今日、土曜日ですけど、大丈夫ですかってことで、はい、大丈夫ですということで、はい、来ていただくことになりましたので、はい、楽しみですね。キャンペーン6月いっぱい、確か聞いてますので、お忘れの方、まだ注文してない方、サービス結構、あれもういっぱいになっちゃったのかな、店員。どうなんだろう、ちょっと確認してないですけど、限定だったと思うんで、はい、ぜひ興味のある方はですね、注文してみていただくのはどうでしょうか。はい、ということで、はい、つべこべ言いやすいですね、やっていきたいと思います。だいぶですね、やってて MT おとなしいですね。多分一つの、株から元気のいい鶴が、これうどんこ一本2本しか出てきてない感じ。うん、こっちとあっちで2本ずつのなんか鶴揚げやってる感じですね。鶴揚げ、鶴おろしじゃなくて、はい、垂れちゃってるやつを揚げていく感じで、そこに綺麗な実がなるというところで頑張ります。はい、はい、コッコリンに納品 していただきました。ピオさん大丈夫か。おー、なかなか思ってたより大きかったのでびっくりしたぞ。まだまだキャンペーン中商品あるそうなんで、はい、これ4体買えばですね、はい、ミクロンが、はい、ついてきますんで、ご検討よろしくお願いします。おはい、ちょっと秘密で内緒で 誰にも気づかれないようにちょっと実験したいんですけど、まずはイロハコートをここに少量入れます。はい、入りましたね。うん、油ですね。はい、油です。で、ここにちょっとですね、コッコリン、はい、粉をちょっと入れます。はい、こんなもんですね。これ混ぜます。よく混ざりましたね。はい、しっかり油分問題ないですね。うん、油分残したまましっかりコッコリンは溶けました。はい、これ油分を分解しちゃってシャバシャバになっちゃうんじゃないかってちょっと秘密で内緒で思ってたんですけど、大丈夫ですんで混用可能ですね。はい、イロハコートとコッコリンミクロン混用できますね。風上の転送半回まで閉じます。フェニッシュですね。約今日は午後は2作しか終わりませんでしたが、もう定刻過ぎてますんで、そしてやっぱり MT フェニックス側にも
うどん粉やっぱりちらほらちらほら、はい、出てきてますね。まああと、まあ、時期見て5日後ぐらいにもしかしたらまた未来プラン資材、はい、北側にもやる必要がありますね。はい、ということで楽しい時間はあっという間、はい、撤収いたします。お疲れ様でした。キュウちゃんキュウリだよ。いいね、ストロークが早いね、ストロークが。お、いいストローク。コン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 。いいね。そのストロー、ちょっと。おいちいかピュウちゃん。あ、おいちいかい。どうだい。指食べないで。あ、蚊がすごい。あ、蚊がすごい。耳の方でプンプン言ってる。おっと、おっと、おお、食べてね。ついてるついてる、ほら。ついてるよ、ほら。美味しかったかい。